はい、こんにちは。今日はですね、以前作っていただいた、手びねりのですね、豆皿 100g でスタートしたはずなんですが、あれ作って終わりじゃなくてですね、それがどんなふうに焼き上がったかっていう検証を、どうするのかっていう話をですね、今日ちょっとやってみたいと思います。まずは、そうですね、この焼き上がりですね。私は105ミリぐらいになってたんですが、だいたいこちらの織部の方が91ミリぐらいになってます。で、重さ75グラムですね。はい。じゃあこの半敷土の方はどうですかね。よいしょ。こっちは94ミリぐらいですかね。で、重さは、これも74ですね。74グラム。じゃあ、こちら同じ種類ですが、73グラムですね。もうちょっとシビアに測ってみましょうか。74.9。75.6、ちょっと違いますね。はい、こちら74.4。72.7。まあこれぐらいの誤差はあるのかなとは思います。はい、ということで、100g でスタートした玉作りですね。豆皿。私がですね、だいたい生で伸ばした時が105ミリぐらいだったんですかね。この縁を上げた状態で、ぐらいまで、伸ばしてたのが、だいたい90ミリぐらいになってたっていうことですね。それから重さですね。重さがだいたい100グラムが、この土とこの釉薬と、自分が玉作りした時の、この水分量からすると、70グラム半ば、74グラム、5グラムぐらいになってたわけですね。で、それは土によって違いますし、これ、ろくろで作ったらまた多分ちょっと違うと思います。わずかですけどね。で、じゃあ、こういうことをちゃんとやる意味は何なのかというと、もちろん、思った寸法で作ることができなきゃいけないわけですね。じゃあ、例えば、急須を作ろうと。とか僕とかに 急須作りなさいって言われたね、課題を出された、自分が作ろうとするものがそういうちょっと複雑なものになってきた、そういう方はじゃあボディを作ったのとはまた別な日に、パーツや蓋を作る必要があるわけですね。その時に例えば生の状態で、100ミリだったものが素焼き前の乾燥で何ミリになってるのか、で乾燥から素焼きってほとんど、変わらないって言われてるけど、本とかなとか。じゃあ、素焼きして釉薬かけて本焼きしたら、そこで何パーセントぐらい縮むのかな。じゃあ、最初100ミリで作った生の、こういう豆皿があるとしたら、これが本焼き焼成後のこの段階で何ミリになるのかな。ということですね。その把握ができてなきゃいけないし、重さで言うとですね、これ僕個人の経験談ですが、例えばこれをお手本にしようと思ったとしますよね。これをお手本にしようと思ったとして、それを買ってきたとか、友人というか、そのお手本となる方の器だったとして、重さを測ったとします。重さを測って、これ500グラムあるなと、ちょっと大きめの作品で500グラムあるなと。じゃあその500グラムが、ろくろを引いて削りが終わった時に何グラムになってなきゃいけないかっていうことですね。その意識まで持っていないと、なかなかその見てね、こんな感じかなっていう、だけではですね、その上達しにくいわけですよ。だから、この重さでこうなってるんだったら、ここものすごく丹念に、
薄いろくろを引いてるんだっていうのが分かったりしますし、同じ重さになのに ね、見た感じも似てきたんだけど、なんかやっぱ俺が作った方が変なダサい感じだな、何が違うんだろうっていう検証ですね、していかないといけないわけですね。その段階だと思います。これをご覧の皆さんは、ろくろも出てこないような動画をこうやって丹念に見てくださってる方々は、そのレベルだと思います。伸びしろがめちゃくちゃあると思います。まだまだ、ただその、どういう、こう、登り方をすればいいかの発信が、こう、弱い、周りが弱いので、僕も含めてですが、弱いので、こう、頭打ちしてるだけだと思います。まだまだできるはずです。はい。僕はそのために、本当に、ね、微力ながら応援してやってます。で、ちょっと、前も出しましたが、これ普通の、まあ、定規ですね。で、このサイズを検証するときとか、逆の陶磁器尺っていうのがあります。前も紹介しました。これは、大丈夫かな？この数字は、焼き上がりの数値なんですね。これ僕が持ってたのは13%。前メインで使ってたのが13%ぐらい縮んでたので、その13%ぐらいこうずれてるわけですね。だから、ろくろの上でこれで測って10センチになってれば、焼き上がった時に10センチになるってことです。そういうものですね。これ、村上金物店さんで、たくさん、何パーセントの刻みがね、確か18%ぐらいまで、10から18だったかな。なんか結構細かくありますので、聞いてみてください。そんなに高くはありません。はい。で、まあ、こういうね、便利なものもありますし、漠然とね、ああ、手びねりか、こんなんでいいのか、みたいなのじゃなくて、これからこの一つを作るだけでも、こう、いろんな重さ、寸法、いろんな検証ができるということですね。はい。例えば、もっとね、こう、いろいろ言ったら、じゃあ、釉薬をかけないやつを一緒に焼いて、重さどのぐらい違うのかとかね、なんかもう、どんどん、ね、論文とかに書いてある釉薬の重さは全体の80分の1ぐらいとかいうのは本当なのかっていうのをね、検証してもいいかもしれません。ただですね、あまりにもこう行き過ぎるとですね 出来上がる前にこうこだわりが始まってしまうといけないので、やはりちゃんと焼くとこまで行って、それからこういう検証をしていけばですね、必ずまだまだ上達します。お願いします。それじゃあですね、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。